こういうことです。はい、キコナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、審査です。こんばんは、池田です。お疲れ様です、池田部長。さあ、今日はこちら、はい、しばりを沖縄と書いてありますけどね、はい、こちらの寝台をちょっと打っていきたいと思うんですが、はい、本日お邪魔してますのが6月6日の閉店後、そして6月7日から稼働開始ということ で、 そうなんですよ、はい、明日からね、いよいよこちらお客様が打たれるわけですけれども、はい、グランキコーナ堺店さん、はい、設置台数10台です。行きましたね。ちなみにあの大阪ナンバーワンです。大阪ナンバーワン、はい、いや10台は多いですよ、はい、そうなんですよ。で今回なんとですね、まあ、ただこう設定6を2人で打っても仕方ないなということで、はい、うん、設定1と6を2人で打ちたいと思って、うん、で1と6を果たして、はい、打ってて見て分かるのかどうか。そうですね、個人的には1回打ってるんで、はい、いや6はさすがに分かるでしょって思ってるんですけ ど、うんうん、まあ、そのあたりどういう動きをしていくか、はい、ちょっと打ちながらね話していきたいと思います、はい、でどっちが1かどっちが6か僕ら知りませんの で、 そうです、ね、打ちながら、まあ、こっちじゃないとかって言いながら、はい、うん、打っていけたらいいなと思います。分かりました。それではよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、それではどっちが1でどっちが6か分かりませんけど、ちばりを打っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まあ寝台ということもあるので超簡単なゲーム性、はい、お話しますね。お願いします。通常時この花笠ランプが光れば大当たり、はい、でボーナスはビッグボーナスとレギュラーボーナスの2種類ですね、まあ、ここまでは誰でも分かりますね。で、ポイントはボーナスの後天国モード以上に移行していれば32ゲーム以内にボーナスが来ます。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、まだまだ説明してる途中じゃないですか。いやいやいや、まあ今、はい、チェリーの次ゲーム光りましたけども、そうですね、はい、このボーナス当選に関わる役の最もこうメインとなるのが今のチェリーなんです。はい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 、はい、じゃあまあ揃えてもらいましょうか。これなんですか。こんにちは。お、関係ないですか。こんばんはかな。今日はありがとう。嬉しすぎてお話ししに来ちゃった。ちょっと絡みづらいですねこれ。どうしたいですかこれ。いつまで。聞きましょう聞きましょう。あなただけ大好き。ありがとうございます。よろしくお願いします。初めて聞いた。はい、で、はい、もうビッグかレギュラーかで。そうですね。はいはい、おめでとうございます。ビッグボーナスです。これもう6で収録終わりでいいですか。いや、ダメです。あ、ダメですか。はい、これ実は、はい、あの今普通に揃いましたけど、はいはいはい、転廃した時に、はい、あの具志堅用高さんの声が出たりもするんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、で具志堅用高さんの転廃音なんかが出ると、はい、高設定のチャンスで、うん、高設定ほどそれが出やすいという特徴があります。なるほどですね、はい、でちなみに僕がまあまあ4000ゲームぐらい回した時は、はい、1回もその声出なかったので、はい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 、多分低設定はめったに出ないんだと思ってます。なるほどなるほど、わ、はい、かりました。じゃあせっかくなんで消化してもらいましょうか。そうですね、はい、でビッグボーナスは、70ゲーム継続の疑似ボーナスですね、はい、獲得枚数がおよそ210枚ということになります。で今告知音になりましたけど、はい、第3停止まで告知音が続けば、1ゲーム連ランプがついて1ゲーム連確定と、はい、あとボーナス中はですね、チェリー出現で1ゲーム連が確定します。あ、なるほど、はい、もう1回引いたらもうその1ゲーム連確定なんですね。そうです。なるほど。で、まあ、あとモードの話をじゃあビッグボーナス消化している間にしますと、はい、通常時のモードが全部で5つ、うんうん、そして、天国モード以上のモードが全部で3つあります、うん、でその天国以上のモードを示唆する演出もビッグ中はあります、うん、それがレバーオンで告知音が鳴ったときに、はい、中段にこのパイナップルズからベルが揃ったときですね、うん、じゃあ通常時のモードは通常時に話すとして、はい、この後レンチャンモードのお話をすると、はい、レンチャンモードが全部で3つ、天国モード、うん、超天国モード、はい、パトランプモード、うん、で天国モードはループ率が約 77%、はい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 、めっちゃ高いですね。高いですね。で超天国モードループ率が約 85%、うん、そしてパトランプモードループ率が約 92%。 いや、そこぶち込みたいですね今日はね。そうなんですよ。
だからまあ基本的には通常時この花形ラップ選別からのボーナスを引いて、うん、その後レンチャンモードに行くかどうか。なるほど。まあ割と分かりやすい簡単なゲーム性ですね。で感覚的にですけど、はい、1ゲーム連めったに起きませんこの台。あ、そうなんですね。はい、起き時ほど来ないです1ゲーム連。そう、天国モード中でも。天国モード中でも。なるほど。いや、もうそこはアンちゃんにお任せですね、1ゲーム連は。アンちゃんにお任せです。なるほど。ちなみに今、2連チェリーですけど、はい、3連チェリーで強チェリー、これが強チェリーになります。で音が違います。おビューンって言いましたよね、はい、で強チェリー出現時のボーナス当選率は 50%、はい、え、そんなあるんですか。全設定共通です。なるほど。 50%なので、この次のゲームチャンスなんですけど、前兆ゲームがあります、当たった時に。で、前兆中はチェリーの出現率がかなり上がるんですね。で弱チェリーの出現率が通常約24分の1から6.5分の1まで上がるんで、約4倍。で強チェリーの出現率は通常約1000分の1から約100分の1まで上がるので10倍で出てきます。で考えると前兆中はまあその約 6.5 分の1のチェリーがポンポン出やすいっていうことですね、うん、ってことは逆に言うと出なかったら前兆に行ってなかったってことですね、うん、10ゲーム以上に出なかったらあー行ってなかったのかなっていう感じですかね。 あーでもほら、おお、ほんまや。だからもう強チェリーなんか立て続けに出ることないんで、これでまた強チェリー出ようもんならもうほぼ当たってるんじゃないかっていう。もうあるんちゃいます。おお、ほら、だからこうやって通常時チェリーがポンポンで出すとボーナスのチャンスなんですね。なるほど。ちょっとお話しする順番が入れ替わってしまったんですけども、はい、通常時のボーナスの当選ケーキ、うん、まず言っとくとレア役との同時抽選ですね、うんうん、まあ主にチェリーになりますね。でもう一つは規定ゲーム数の消化、最大900ゲーム。でもう一つポイントとなるのがチェリーの出現回数、うん、これが0回から40回までで振り分けられていて、うん、まあ最大40、あ、おお、さっきの強チェリーで当たってたってことですね。気持ちいいな今の。あ、おお、今テンパイスペシャルボイスは、まあ、ビッグ確定パターンだと思うんですけど、まあ、これも内容によって天国以上がこう示唆されていたりとか高設定が示唆されていたりとかっていうのがあるっていう感じですね。なるほどですね、はい、ちょっと駆け足になりましたけども今のボーナスの当選景気は強チェリーですね。これは 50%、うん、レア役との同時抽選主にチェリーって言いましたけどもそのチェリーの回数でもボーナス抽選がされていて最大40回、うん、でこの中で10回おきにそのチャンスが訪れるという感じですね、はいはいはい、なるほど。なのでチェリー引いてボーナスチャンスですけど当たらなくともチェリーは引けば行くほど当たりに近づいているという。なるほどですね、まあ、そういう台にもなりますね。でこのチェリーがさっき池田店長もおっしゃってましたけど疑似遊戯になります、うんうん、でチェリーが出現する条件っていうのがありまして、はい、ベルを引いた次のゲームと、うん、スイカを引いた次のゲームがチェリー出現のチャンスとなります。で AT 機ですから、はい、通常時はこの押し順ベルが内部的に成立していて、はい、そのベルをこぼしてるじゃないですか、うん、そうですね、そのこぼしベルの次ゲームもチェリー出現の抽選されてますので、なるほど、実際にはどこでチェリーが出るかわからないと。なるほどですね。ただ通常時中段にベルが揃った場合は、はい、次ゲーム 50% でチェリー弱チェリーが出現します。 50% もあるのか、はい、なるほど。だから中段ベルの次ゲームはチェリーのチャンス。なるほどですね。でまたスイカの次ゲームですね、うん、チェリーが出た場合は強チェリー確定です。おお、はい、だからベルとスイカの次ゲームがチャンスって覚えていただいたらいいかもしれません、ね、なるほど、わかりやすい。でこの台最大のポイントを先に言っときますと、はい、先ほどレンチャンモードの継続率言ったじゃないですか、はい、じゃあ一通り1000枚2000枚取りましたと、うん、でレンチャンが終わって有力感ランプ消えたとするじゃないですか、はい、その有力感が消えてまたついた後に移行するモードですね、うん、はいはいはい、これが全設定ですね、はい、50% で天国チャンスに行きます。天国チャンス A に行きます、はいはいはい、なので連チャンが終わりました、うん、じゃあその 50% で天国チャンスモードに行きました、はい、次の当たりでまた天国に行きます、はい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 、みたいな出玉の塊がループすることがあるっていうところが最大の魅力ですね。なるほどね、はい、いや、いかつそうやな。いかついです。はい、まあ、そんなこんなで僕はもうすでに55ゲームを32ゲームはさらっと抜けてました。天国には行ってなかったということですね、はい、これまだねどっちも早い当たりでしたんで、そうですね、どっちが6とかって分かんないですけど、うん、結
結構この手の台って、はい、1は当たりが遠くて、うん、天国にもなかなか上がんないんじゃないかって思いがちじゃないですか、はい、初当たりが意外と軽いです、うん、なるほど。っていうのも子役の出現率に設定差がないんですよ、うんうんうん、で子役からのボーナス当選率に設定差がないんですよ。おお、はい、ってことはもうそのモード以降で の, あの初当たりが軽くなってるとかってことですか。モード以降も設定差がないんですよ。あ、そうなんですか。はい、どこに設定差があるのって思うじゃないですか。はいはいはい、そうですね。おそらくですけどそれは情報出てないんですけども、うん、多分チェリーの規定回数とかが違うと思うんですね。あ、初当たりの確率は全然違うんで1と6で、はい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 、だから1は結構規定回数がそれこそ40とか、うん、30とか選ばれやすいのかなって勝手に思ってますけど、うん、なるほど。これが高設定だと、まあ、当たりやすいモードだと高設定だと浅めが選ばれたりとか、うん、でまたモードによっても初当たりのその速さが違うんですよ。はいはいはい、だからこの辺がちょっとややこしいところ。通常モードが5つあるんで、お、通常 A、 通常 B、はい、天国チャンス A、 天国チャンス B、 パトランプ準備っていう。なるほどね。でパトランプモードが確定する演出があるんですよ1つ。はいはい、それがここにパトランプの絵がありますよね。あります。これが光った時です。単純ですね、結構シンプル。これが光れば、はい、なんと継続率 92% のパトランプモード、はい、そして当該ボーナスはビッグボーナス、はい、さらにビッグボーナスと1ゲーム連まで確定します。 いかついな。だこれついた瞬間めっちゃ嬉しい。逆に言うと、はい、パトランプモードが確定してて、はい、ビッグを引いて、はい、1ゲーム連が確定していないとこれは光らない。あー、なるほどなるほど、はい、これが光ればパトランプモード確定だけど、うん、これが光ってなくてもパトランプモードにいる可能性はありますよってことです、うんうんうん、なるほどですね、はい、ただ一つ言っときますよ、はい、50枚あたりの平均回転数、はい、33ゲームです。あー、まあまあまあ6号機では、はい、うん、かあのやっぱ渋いですね。そうですね、うん、さあというわけでここから32ゲームドキドキのゲームとなります。でさっき、はい、ボーナスの前兆中はジャクチェリーの出現率が約4倍に上がるんで、はい、6.5 分の1ぐらいで来るって言ったじゃないですか、はい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 、でもちろん天国モードにいるってことはボーナスの前兆中なんで、うん、32ゲーム間バリバリチェリー出てきます。なるほど。だからチェリーが早い段階でバリバリ来だすと、うん、おるんやないのってなるほどですね、なるわけですよ。いやその時、まあ、お2ゲーム目ですよ。マジマジこういうことなんですよ。いやー、おりそうやな。まあでも出現率が約24分の1なんで、はい、たまたまっていう可能性もあります。まあ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 、おーやー、これはおるやろ。おったおったマジかよ。一発目から今ボーナスって6ゲームですね。あー、何も言わない。レギュラーボーナスで、これ赤がビッグ、白がレギュラーっていう感じで、うーん、今こう何連チャン目かっていうのも分かりますね。なるほど。ってことでこちらはもう天国モード以上滞在濃厚ということになります。マジか。天国モード最低でも 77% ですよ。なるほど。それは終わりませんわな、簡単には。おお、こういうことです。ボーナス中のチェリーはアンチャンランプ、まあ、すなわち1ゲーム連確定です。いやー、今の1角気持ちいいな。これは気持ちいい。気持ちよさそう。もちろんビッグボーナスですから、この後、はいはいはい、アンチャン、アンチャン、しかも尖ったスペックなんですけど、はい、どこかでこうね打ってきたようなタイじゃないですか、うん、そうですね、分かりやすいじゃないですか。そうですね、あ、触りやすいですよね。触りやすいんですよ、初見からでも。で実際稼働してるお店のデータ見てきましたけど、はい、スランプグラフだけを見るとですね、はいはいはい、一撃で4000枚とか6000枚出てるようなグラフを描いてることが、はい、何台もありました。何台も、はい、逆もしかり。いやー、まあまあ、だから怖いですよ正直。いやー、なるほどですね。実際自分の話ですけど、はい、よし、じゃあ天国まで回せばどうにかなるやんと思って、はい、天国まで回しました、はい、天国に入った時の投資が6万7000円でした、うん、僕はそれぐらいえぐいスペックかもしれません。尖ってますね、はい、だから安心してください。高単価です。そうですね、高単価です。まあ、その分跳ねますから、はい、ちゃんと入りますんで。なるほど、なるほど、はい、なかなか面白い台でしょう。面白いですね。
正直僕警戒してたんですけど、最初、はい、打つ時に、はいうん、実際打ってみたらそんだけハマったんですけど、うん、ちゃんと出たんで、なるほどね、あこれは尖っとるけど面白いなってなりました、うん、さあいきます、はい、1ゲーム連ですね。でこれが通常の点滅になります、うんうん、でこれ以外の点滅が出るとその時点でビッグ濃厚ですね、うん、片方だったり高速だったりこう葉っぱだけだったりいろんなパターンがあります。なるほど、結構僕が高設定っぽいなと思って見てきた台は、はい、早い段階で、はい、具志堅用高さんがちょっちゅって言ってたんですよね。なるほどなるほど、だから早いあたりで天国行ったけど、だからこれが6とはまだ言い難いところです、うん、今トゥルルルンってなったんですけど、うん、これがあの告知音ですね。でこの時はレア役か、まあ、中段ベルかなんかが成立してるんですけど、この時中段ベルだったら一応天国以上の示唆ということになります。なるほど、まあ、ただその時もやっぱり千葉リオと、あ、これ今告知音が鳴って中段にベル取れましたよね。これが天国モードの示唆です。なるほどな。でも1回出たぐらいじゃ全然ガセあります。で天国中はワンビッグでこれがまあ2回とか3回とかポンポン出てきますんで、うん、複数回出ればあいるなと思っていいかなと思います。3連目が終了です。さあビッグ中天国示唆は出てましたんでまだいるんじゃないかと思いますけど、20ゲームぐらい回して1回もチェリーが出らんかったらもうちょっと絶望的ですね。いや僕はまさにさっきそうやったんですよ。1回も出てなかったんで、はい、おいおいおい、うん、なるほどね。連チャンはしとるけどまだ特に強めのテンパイオンとかはないですね、うん、多分スイカからの1ゲーム連投前率はかなり低いと思います。もう何十回も引いとるけど1回もアンチャンランプが引かったことない。おお、告知音が鳴ってました。これで5連目ビッグ確定です。いやねえ、いや気持ちよさそうやな。なんかあったでしょ5号機でも。いやありましたね。最近出てくる台っていうのは、はい、こういう有利区間の使い方がこれまでとちょっと違うような台がありますんで、はい、多分6号機の楽しみ方変わってきてると思いますね。そうですね、うん、AT 中の仕様もね、最近出たあのアルドノアゼロとかもまた新しい感じで面白かったし、はい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 、まあ、またね明日から稼働開始になると思いますけど鉄拳4デビルバージョン、まあ、こういった台もねかなり、うん、ちょっと最近の6号機とは違うような出方になりますんで ね、 そうですね。あ、そうだ、一応6号機なんで有力感ランプあります。ただ有力感ランプ消えるタイミングが、うん、あのボーナス終わっ2400枚1500ゲーム消化する以外では、はい、このボーナス終了と同時に消えるわけではないです、うんうん、ちゃんと32ゲーム回せますし、うん、なんならボーナスだって20ゲームぐらいで消えることもあります。もちろん20ゲームぐらいで消えたら、はい、32ゲーム以内に当たることってないですけど、そうですね、ほとんどそうなりますね。ただ それでも例えば単発のボーナス引くじゃないですか、はい、で30ゲームで有力感ランプ消えたとするじゃないですか、うんうんうん、そこからまた有力感ランプつけば、はい、50% で天国チャンス。ああなるほど、はい、ああ結構奥深いですねやっぱり。そうなんですよ、うん、単純と見せかけてゲーム性は単純明快なんですけど、うん、だいぶ作り込まれてる。おお、いや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 気持ちええな。おい、はい、これで1,2,3,4,5,6 連目になりますね。いやいやいや、さあ6連目終了です。え、400過ぎてる。418ゲームですね今。天国下出てなかったし、ここチェリー1回も来ないんで、そろそろちょっと、そうですね、ちょっと危なそうですね。うーん、そろそろかな。さあもう天国にはいなさそう。全然チェリーが出てきません。そして29ゲーム消化してます。ようやく止まったか。まあバトンタッチの時ですね。じゃあお願いします。どうかな。いや過去それ言って1回もそれになった試しがないもんな。はい1回天井行きますからね。そうですね。あ、今32ゲームでちょうど有力感ランプ消えましたね。消えましたね。でこれ32ゲームが一応天国モードのゾーンなんですけど、うん、32ゲームで必ず消えるっていうものじゃなくて、うん、これ32ゲーム前後で消える時がありますということですね、うんうん、ということでここからまた 50% で天国チャンスモードに行くので、うん、次のあたりも天国行くこのチャンスということになります。いや
暑いな、やっぱ追っかけるメリットがあるっていいっすね。ね、あのこれで終わりだったら、うん、だいたいこれで通常 A とかなんか普通のモードにほぼ行きますだったらここでもうやめるじゃないですか、うん、この後が面白いっていうね。確かに。で連チャンが終わった後なんで持ちメダルも結構あるじゃないですか、うん、終えちゃいますよね、うん。あ、はい、おえ